1951年のロードレース世界選手権1951年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第3回大会である。4月にスペインモンジュイックで開幕し、イタリアモンザで開催される最終戦まで全8戦で争われた。スペイン GP とフランス GP が新たにカレンダーに加わり 350cc クラスと 500cc クラスは全8000となった。またこの年からマンシマ TT でも 125cc クラスが開催され、マンシ島で全てのクラスのレースが行われるようになった。前年にデビューした 350cc と 500cc のノートン・マンクスがいよいよ本領を発揮し、ジェフ・デュークとのコンビにより両クラスで猛威を振るった年である。マンクスのテレスコピックフロントサスペンション。 油圧ダンパーを装備したリアのスイングアーム、ツインチューブ型のフレームに、前輪荷重を重視したエンジンの搭載位置といった、車体構成はいずれも後のスタンダードとなっていった。この年、ドイツがフィックムに再加入し、ドイツメーカーとドイツ人ライダーの翌年からのグランプリ出場が可能となった。前年のノートンのパフォーマンスを見たジゲラは、ノートンと同様のテレスコピックフロントフォークや、 リアスイングアームを導入した4機筒マシンに、前年チャンピオンのウンベルト・マセッティを乗せた。しかし、速さと信頼性を兼ね備えた、ノートン・マンクスと、すでに世界最高のライダーとの評価を得つつあった、ジェフ・デュークのコンビには及ばず、アルスター GP で4勝目を挙げたデュークが最終戦を、待たずにタイトルを決定した。アルスター GP でのデュークは 500cc クラスの前に、 行われた 350cc クラスでも優勝してタイトルを決めており史上初のダブルタイトルだった。開幕戦のスペイン GP ではファーガス・アンダーソンが元グッズに 500cc クラス初優勝をもたらした。また、ジレラとイタリア勢は最終戦のイタリア GP で表彰台を独占して一種を報いた。500cc クラスと同様に 350cc クラスでも ノートン・マンクスとジェフ・デュークのコンビは圧倒的な速さを見せ5勝を挙げてタイトルを獲得した。500cc クラスでメガボルト・アグスタに乗るレスリー・グラハムはこのクラスではベロセットのマシンに乗りスイス GP で1勝を挙げた。これはベロセットにとってはグランプリで最後の勝利となった。前年のチャンピオンであるベネリのダリオ・アンブロジーニが開幕戦のスイス GP を制し、 続く、マンシマ・デモニーに入って、ポイントリーダーとなった。ところが、第3戦のフランス GP の予選中、アンブロジーニがクラッシュして死亡してしまう。ベネリはこの事故を受けて、シーズン途中で、グランプリから撤退した。ベネリに代わって 250cc クラスの主役となったのは、元グッズだったが、今度はその元グッズのファクトリーライダーである、ジャンニー・レオーニとサンテ・ジェミニアーニが、 アルスター GP の練習中に衝突し、二人とも死亡するという事故を起こしてしまった。悲惨な事故が続いた 250cc クラスを制したのは2勝を挙げた元グッズに乗るブルーのルフォーだった。ルフォーは1949年に続くこのクラス2度目のタイトルであり、また前年の 125cc クラスに続く3度目の世界タイトルだった。 開幕戦のスペイン GP で優勝したのは、モンディアルのクイドレオーニだったが、彼は1ヶ月後のイタリア選手権での多重クラッシュによって死亡してしまう。ポイントリーダーを失って迎えた第2戦、マンシマでは、クロミー・マッキャンドレスが優勝した。イギリス出身のマッキャンドレスの優勝は、125cc クラスで、初めてのイタリア人以外による勝利だった。マッキャンドレスは、 アルスター GP でも優勝を飾ったが、このレースは出走者の数が不十分であるとの理由により、選手権のポイント対象外とされた。第3戦オランダでは、ジャンニ・レオーニが優勝したがレオーニは、アルスター GP250cc クラスでの事故により、死亡 125cc クラスは、またしてもシーズン途中にポイントリーダーを死亡事故によって失うという事態になってしまう。 最終的にタイトルは最終戦イタリア GP で優勝したカルロービアリのものとなり、ジャンニレオーには死後にランキング2位を同様にグイドレオーにはランキング5位を獲得した。アルスター GP125cc クラスは完走が4台しかなかったため世界選手権から除外された。ありがとうございます。